ですね、あ、こいつ金メダルじゃないんだというのを見せましたよね、はい、どちらも勢いをつけてこのセミファイナルの試合であります。170センチ、 55.0kg、 湘南格闘クラブ所属、第5代ライズバンタム級王者、村越赤子、172センチ、 55.0kg、 ストライキングジムアレス所属、シュートボクシング日本スーパーバンタム級王者、内藤大輝。今回シュートボクシングの看板ショットです、内藤大輝。さあ、準決勝の2試合目です。さあ、準決勝の2試合目です。川越さん、はい、ポイントを押さえてください。そうですね、まあ、内藤選手、あの1回戦ですね、見事な KO勝ちしたわけなんですけども、はい、あのシュートボクシングではですね、あの他流試合に強いという伝統があるんですよね、はい、ただただリング乗り込んでですね、あのいい勝負するんですよね、はい、武蔵はこの一戦何に期待します、どういうところに期待します。そうですね、やはり村越選手は那須川選手のリベンジを、はい、やっぱり果たしたいという気持ちもありますし、やっぱ、はい、村越選手はやっぱ19歳なのに確かにね、顔つきというか、そういう風にね、いいキックを放ってきました内藤。これ両選手、まあ、内藤選手は19歳なんですが、村越選手も20歳なんですよ。若い人見ない、いい音がしました。もしかしたら当たるかもしれない。内藤選手が当たるとおっしゃってる方もいっぱいいるんですよ。
と当たったんですね。村越選手の左ですか。僕はそう思います、はい、ちょっと左要注目してこの後行きたいと思います。また膝のところ本当に血走りというかもう血を走るような、熊本さん大きく打ちますね。Thank you.
ちょっとポイントを伺いましょう。聞きましょう。ジャッジ北津29対28、赤内藤。内藤来た、内藤。ジャッジ和田29対28。